どうしたよアルミ。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。外の世界。どうして外に出たいんだ。知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。俺は巨人を殺せ。一匹残せ。ああ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。こいつを。俺は進み続ける。こいつを。敵を駆逐するまで。こら！こいつは本物の化け物だ。巨人の力とは無関係だ。どんなに力で抑えようとも、どんな檻に閉じ込めようとも、こいつの意識を服従させることは誰にもできない。その巨人はいついかなる時代においても戦わなければ勝てない。自由を求めて進み続けた。戦え。自由のために戦った。戦え。壁の外には何があるんだ。炎の水も氷の大地も砂の雪原も、可能性はいくらでも広がっている。きっと壁の外には自由が。エレン、どうして泣いてるの。今この世の全てを破壊する。誰よりもエレンを理解しているつもりだった。俺はでも、もうわからない。自由だ。見ろ、エレンは示した。戦えってば。神道を捧げよう。俺たちはただ壁の中で死を待つだけじゃない。あの悪魔が必要だ。俺は自由だ。俺が何をしようと、何を選ぼうと、それは俺の自由意志を選択したものだ。エレン！あなたは自分が何をやったか分かってる。あなたは民間人を殺した。ここにいるのは敵と敵のする建物だから。平和への反逆者、この名はエレン・イエーガー。